おしっこしたくなってきた。え？おしっこしたくなってきた。いいえ、アウコースです。アビジョニーフレーサーが尿漏れるまでドライブしてみたー。よいしょー。はい、ということで今回はまあコラボというか女性インフルエンサーに来てもらう曲なんですけど、高橋かのちゃんという、はい、フラッフィーもやってる京スキーに出てた子なんですけど、ソウタが空港まで車で送ったんやな。はいはいはい、送りました。っていう前話をした時にソウタが事故を起こしてもらったというか、はい、車では起こしてないんだけど、はい、何したんだっけ。空港に送ってほしいって、2人を車に乗せて、まあ、助手席がレイラ、後ろがカノちゃんだった。で、俺一人で車で空港まで送ったんだけど、2時間ぐらいよな。フラッフィー側でちょっとカメラ回したんだ。うんうん、ほぼ使われずにな。ほぼ使われずに。ご好意でやったんだけど、うん、首都高をかっ飛ばしてたわけです。で、まあ、あんまり時間ないって時に、うん、あ、やべえ漏れそうってなって。まあまあまあ、ちょっと長かったし、ね、そうそうそう、旅もね、おしっこがね、うん、なかなかパーキングがさ、首都高ってないわけよ。おしっこ限界ってなってから結構早い人間だから、はいはいはい、あ、やばいやばいやばいってなって、すげえテンパったの。めちゃめちゃスピードとかも出しちゃって、もう焦ってもう焦ったパニックで、もう運転もおぼつかなくなってきて、やばいやばいこれ死ぬなって思って、そう、死と尿を漏らすっていう二択。あ、まあそれしかなかった。そう、その二択に極限迫られた時に、はい、僕はそのビジョンインフルエンサー二人の前でおしっこ漏らすっていう、やさ、優しいな。結論に立ったっていう事件です。優しいね。っていうのがあったよな。お前動画で話したよな、質問コーナー。質問コーナーでこれが勇気を持ってね、暴露というか喋ってくれたんだけど、うん、そしたらあんまり信じてない感じ。そう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 。で、まあそれガチなのになんか冗談みたいに言ってきたから、あ、じゃあ気持ちが理解できないなら、カノちゃんはと思って。そうだ、気持ちが理解できないんだったら、じゃあいいよと。今回ソウタとカノちゃん2人で一切降りることないドライブ、どっちかが漏らすまで降りられないドライブをしますと。これは企画です。じゃあガチでどっちかは漏らすの絶対。あ、どっちかは漏らす。うわ、すごいデスマッチだ。今回まあソウタには一応グレーのスウェット履いてもらって、うん、お前が嘘つかないの、これはマジ漏らしてないとかなしなようにグレーのスウェット履いてもらう。で、一応マネージャーさんの方にも下ネタ系ですかって言われるときに、グロ系ですと。ああ、間違えたら。グロいから、うん、ガチで炎上しそうだからちょっと先に言っとくんですけど、僕ガチ病気です。こいつマジで頻尿具合すごすぎて、こいつが運転してくれたの。うん、頻尿すぎて30分に1回止めてトイレ行くの。30分に1回。いや、マジマジマジすごいね。車で30分に1回コンビニに入ってトイレして、また行ったらちょっとその先のコンビニでまたトイレしてって何回も繰り返す。嘘みたいな感じかもしれないんですけど、うん、高校ぐらいまではずっと漏らしてました。あ、すごいね。あの、俺中学くらいまでたまにおむつつけてたし。お前その感じでおむつしてんの。おむつつけてたし。マジか。で、俺未だに起きたらびしょびしょになってて、あ、漏らしたわみたいな時はあるの。この後一応カノちゃんが実際に来ます。この曲言いません。で、カノちゃんとは普通に漏らしたとかなんか名前出してごめんねっていう謝罪ドライブみたいな。はい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 。おしっこ行きたいって言っても無視して、そうだ、どっちの先に漏らすのっていう。で、まあただドライブするって言っても、もともとね、ソウタがやっぱりインフルエンサーを抱くっていうのが目標でやってきた。今回俺らがリモートで指示をします、はいはい、電話でね。で、その指示通りカノちゃんと話してもらって、うん、カノちゃんを落とせるようにサポートしてる。パシフィックヒムみたいな、パシフィックヒムみたいな感じで、はい、俺らがソウタに指示をして、まあ、それを元にちょっと会話しつつカノちゃんとドライブしてもらえば、他には面白い企画やってる。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。うわっざー、高橋カノです。お願いします。お願いします。今回あの高橋カノちゃんに来てもらいまして、もともと京スキとかねに出て、まあ、アススキとね出て、もともとフラッフィーでね一応コラボをしたことがあって、会ったことがあったんですけど、一応カノちゃんの自己紹介だけしてもらって、どういう人なのか、どういう人なのか、カップ数、身長ね、身長なんだ ね。北海道出身の21歳、高橋カノです。あー、いいね。可愛いんだよね。どうしよっか。なんか前ね、俺ら動画の方で、まあ、カノちゃんに対して浮いたとか言ったりとか、ソウタが一緒にいる時に漏らしたとか、なんか、ね、俺らも嘘なのに言ってしまったことをちょっと後悔してて。え、知ってるその話は。あ、知ってます。見ました。あ、見た。はい。ちょ、どういう気持ちだった。え、なんか複雑だった。複雑って何。なんかどういうことだと思った。一応グラビアだって出してるわけじゃん、自分でね、はい、着なかったことではあるんだけど、あれ抜かれると思って見てんのか、それとも芸術だと思ってんの、どっちなの、はい、抜かれるのは前提としてもそれしょうがないなっていうのでやってる。そんなことないよ、思ってないよ。あ、抜かれないと思ってやってんの、あれ。世の中でそんな甘くないよ。いや、大人を教えんのよ。全く抜かれるとは思ってないの、あれは。いや、思ってないですよ。ふざけんなよ。抜くに決まってんだろ。一般人はね、一般人は抜くに決まってる。エンタメとして俺らもやってるから、うん、グラビア確かに買ったよ、ノリでね買ったけど、ほぼ見てないし、誰も悲しい。じゃあ買ったなら見てほしい。一番好きなページは、え、何ページ。最後の最後の最後から3ページだと思う。このコーデでいいじゃん、こっち見んな。
ホーチミンじゃないよ。今回はそれ前回ちょっとご迷惑かけたなと思ったのよ。勝手に出しちゃったからね。そう、勝手に名前出しちゃったし許可も持ってないしね。今回はちょっとそのソータと仲直りドライブをしてもらおうかなと思って。おー、まあデートよ。なんか漏らしたみたいな話があったじゃん。空港に送った時に漏らしましたみたいな。漏らすわけないよな。普通に考えだってそれもネタなの。あ、ネタだったんだ。てか、まあ、まあ一応普通にドライブだからもう気軽にここからはソータと2人ドライブ行ってもらえばな。そうだね。なんかそんでしょことある。あ、そうよ。なんかあれだけ次のブレーキングダウン出るんだっけ。一番出ない。出ないっけ。マジ可愛らしいね。インスタグラムとちょっと YouTube の方ね、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ彼女ね。それではレッツ。はい、ということで、僕らはトライブを応援するサポートする楽曲ということで、ソータの方は俺らも繋がっていて、で、ソータだけ今聞こえる状態でね、今回は一応ソータがカノちゃんにモテるように俺らは誘導しないといけないわけで、ソータがね、まあ、尿を漏らすまで、まあ、カノちゃんも漏らす可能性はあるんだけど、ソータがもう漏れそうらしい。早いんだよ。早っ。で、ちょっとここ心配なんだけど、漏らした方が負けだもんな。漏らした方が負け。じゃあワンチャンさ、カノちゃんが今日生理で血が出てた場合は、カノちゃんが。キモすぎる。何言ってるの。そんなの。え、でもソータが血尿だったらどうなの。ソータが血尿だったらそれはそうなの、ノーカウントで。ノーカウント。とりあえずね、ちょっと応援があるということでちょっと聞いていきましょうね。はい、乗車。はい。もう完全に後ろにね、あのマネージャーも乗ってないから。うん、結構気まずい。ちょっと言っちゃう。それもう怖い。あ、言っちゃうんだ。もうその感じで行くのね。その気まずいけど最後降りるときはもうめっちゃ仲良くなったねみたいな、はい、感じになれたらいいなっていうふうに思います。はい、楽しみにしてます。聞いた話によると一番俺と今気まずいらしくて。気まずいっていうか、うん、ちょっと怖い。それ意外と珍しいね。そうですか。結構ね、よろずとかが、あと喋んないケニーが怖いとか結構言われて、昔のね、なんかその抜くだったりとか下ネタ発言とかちょっと距離できちゃったんで、そうですね、まあ、普通に仲直りして、はい、まあワンチャンそのいい感じになったなっていう。その会話いらないから早めにスタートしてもらいます。じゃあ一応なんかちょっとあの眠気覚ましにさ、レッドブルがあるから一回乾杯しよう。飲まなくてもいいからそんな、うん、買いすぎちゃって。あ、お、すいません。あ、いや全然全然、ね、ちょっとエッチだったよ今。乾杯。ありがとうございます。あのモンスターって利尿作用があるよな、うん、カフェインかなんか分からんけど、で量も多いっていうところで、あの、うん、まあ、一応、まあ、まあ促すためにお互いモンスター飲んでます。あの一応ではあの見たら分かるんですけど、その漏らしチェッカー価格があるんで、まあ一応そこも見つつって感じで。カノちゃんにもね、タバのフラペチーノと、はいはいはい、ココア2本買ってるから、どっちで勝つと俺ワンチャンカノちゃんが池に破水する可能性もあると思う。ねえ、なの妊娠してる。誰でしたんだよ。分かる、破水して水道入れちゃう可能性あるから。出発します。イエーイ。お願いします。なんか一応なんか行きたいとことかあんまない。でも東京タワーは好きですよ。東京タワー好き、うん、あーいいね。東京タワー、東京タワーみたいな感じで近くの線どういう。でもまあ正直そこら辺の鉄塔とかもまあ東京タワーっぽいけど、あんま変わんない。雑。もうちょっと大切に反映しちゃうか。言わないですよ。それか反映しちゃうか、はい、ちょっと、ね、寝てなくてね。あ、集中できてないかもしれない。え、怖い。大丈夫。いや大丈夫。でも俺2回に1回しか事故んないから。怖い。大丈夫。どっちこの間事故った。前回は事故ってない。危ないよ。じゃあ今回かわいい。かわいいな。かわいいな。ドライブでずっと喋ってるわけにもいかないから、うんうんうん、まあ、普通にスマホとかも見ていいよ全然。ルナルナとか見てもいいよ全然。見ない。ラルーン派入れてない。えやばい。やばい。入れてないか。そうだ、あの自分で気持ち悪いこと発しないでほしいわ。とりあえずじゃあ LINE 感覚でルナルナの ID 聞くか。てかさ、あれ LINE 持ってたっけ。俺持ってないと思います。俺持ってないか。うん、あれルナルナのさ、ID だけ教えてもらえる。なんで、なんで ID だけ、交換、俺も入っててさ、ここに入ってんのよ、俺ルナルナ。なんで、えなんでよく使うの下に入れるじゃん。 LINE アップルミュージックでルナルナ。なんかじゃあドライブで手始めで、カノちゃんについて聞いていこうかな。ちょっとカノちゃんについて、基本情報みたいなちょっと聞いていきたいなと思う。カノちゃんのタイプちょっと聞いてみるか。タイプちょっと聞いたよ。じゃあさ、好きな男性のタイプとか聞いちゃおうかな。アメコトは結構さ、こうみんなさ、うん、それぞれ個性あるじゃん、うんうん、みんなバラバラじゃん、うん、だからその中でどういうタイプが4人の中だったら。いやまあ、いや4人の中でって言われたら、元田君が一番彼氏にするなら、まあ、優しそうだな、うん、この前ね、ご飯も1回行ってて、その時結構話したんですよね。じゃあちょっと上目遣いでさ、俺じゃダメかな。俺じゃダメかな。怖い、どういうこと。ダメよ、言われてんだろ。怖い、
ダメに決まってんだろ。そうね。あれ怖い。それ安全運転、安全運転か、安全運転か、危ないってちょっと加速してもらっていい？あ、でも番組上。あ、まさか安全運転か。安全運転。安全運転だ。安全運転、安全運転。安全運転。安全運転しなきゃ。ガチで怖そうな顔してるわ。マジで。みたいな雰囲気で。まあ前も言った通り、尿がさ、あのお前が結構膀胱が弱いっていう話だとしちゃおうか。じゃあそれで言うとさ、前回さ、空港にさ送ったじゃん。うん、でなんか一応あれフラッフィーで動画回ってたじゃん。うんうんうん。でなんかその時にさ、おしっこがやばいみたいな話になったじゃん。おしっこ漏れそうみたいな、うんうん、でそれはガチだったのよあれは、うん、ちょっと膀胱が弱い節がん、そのあの時漏らしてないんだけどマジで漏れそうだったっていうのはあるの。おー、なるほど。ガチな感じで、あの時俺レイラのこと好きだったんだよねってガチな感じで。しかもあんま出してなかったじゃないですか、顔に。やばい、本当に漏れそうだ言ってたけど、うん、なんかそこまでかは分かんなかったっていうか。でもなんかその話で言うと、これマジでちょっと動画使えるか分かんないんだけど、うん、あの時ガチで俺レイラのこと好きだったよ。え？カノちゃんがその侵害する権利はないからって結構マジマジのトーンで言ってほしい。ガチ。グーグーだ。レイラのこと好きだった。これ普通にレイラのことが好きだ。あの時。俺多分ね、ちょっとハーフ系の顔が好きなの。おー、あー、そうそうそう。で、あれか言ってましたね、なんかけど、あの時に無理だなって感じたっていうのはちょっと言ってたな。そう、なんかあの時にちょっと無理かなっていう風に感じてやめたんよ。ガチか。レイラはもう次会ったらぶん殴ろうと思ってる。レイラは普通にもう次会ったらぶん殴ろうと思ってる。普通にガチ、ガチな感じで。レイラも気づいてない。ガチ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 リプンの。お前のライン分かってない人みたいな。ガチらしいから、それしょうがないな。ダメでしょ。そのネタとかじゃなくて。でもう完全に吹っ切れてて、でも今好きな人がいるの。でもなんか、その今はもう完全に吹っ切れてる。吹っ切れたんだ。結構でも、グラビアとかやって、エロい系の女の子であって、そういうのが好きだよな。普通に、普通にちょっと エロい子が好きなの。これ事実だし、まあ、カノちゃんにちょっとやっぱ寄せてくれ。なんか、カノちゃんに持ってんのも大事だと思う。エロい子が好き。カノちゃんじゃないよって照れながらちょっと言ってみよう。え、カノちゃんじゃないよ。言ってないよ。いや、カノちゃんじゃないよ、ほんとに。カノちゃんじゃないよ。じゃないらしい。まあ、マジでちょっとやりたいっていう。いや、お前進めすぎてない。大丈夫。なんかさ、好きなんだけど普通にやりたいっていうのもある。まずやりたい。あ、セックスセックス。ちょっと笑ってない。エッチからスタートな恋愛どうって聞いてみようか。そう、やる、付き合う前にありかなしか。なし、いやなしかな。そこのさ、順番ってさ、なんかどっち派？カノちゃん雰囲気的には絶対性欲強いじゃん。カノちゃんさ、見るからにさ、その見る感じだとさ、めっちゃ性欲強いじゃん。うっそ、待って、初めて言われた。本当に言いすぎる。本当に言いすぎる。ナチュラルボーン。そう、何がどういう。俺は強いと思うよ。俺はね、自分は俺、多分強いと思うよ。うん、強そう。言わないからね、そんな。怖い。すごい、ドライブしてた。眠くなってきた。あ、眠くなってきた。あ、眠くなってきた。あ、もうそういう時はね、あのモンスターがあるのよ、うちには。ガチじゃん、すごい眠くなってきた。赤野が飲みたい、騒ぎたい、よしこ、胃腸に関してプチョ変座。もうめっちゃ盗める。目覚めてきた。どう思われてるんですかね、印象的には。あ、印象か。俺の印象はね、猫蹴りそう。なんか、ね、猫蹴りそう。猫蹴りそう。カノ、うん、カノ猫大好きなんですけど。マジか。好きすぎて蹴るみたいな思想。好きすぎて蹴るってある。第一印象は天然って感じだな。天然なんだかなって。天然って感じ、なんか天真爛漫、可愛らしい感じ。いやらしい、いやらしい感じ。えっそ、なんか含んでないよ。ひょうひょうとしてるっていうか、下から上をちょっと見て、その上でいやらしいって一言。なになになに、怖い。すごくいやらしい。気持ち悪い。怖い。もう一回よーくゆっくりしたから上から見て。一回止まって、車止めて。いや、止めて、車止めて。ちょっと一回待って、ごめんね。一回後ろ行かせるか。なに？ねえ、怖い、なに？いやらしい。怖い。っていうの、冗談ね。
まあ冗談、冗談でしょ。冗談笑いすぎちゃって、自分で冗談だよ。冗談笑いすぎちゃって。つぼっちゃう、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 マジ冗談、つぼっちゃう、めっちゃ笑っちゃう。いや冗談なんだ。俺って面白いね。俺っておもろ。おもろ。それはちょっとソータ一歩早く開けてくんね。その一歩早めちょっと早く開けてよって感じで。飲み切った？うん。すごい。もう一本飲んで。もう一本すぐ開けよう。好きなんだよ。すぐ開けようか。無理しないで、無理しないで。やめて。レース。俺普通しか。二本飲むやついないから。いない。かぶりついてるの。めっちゃうまい。めっちゃうまい。でちょっと言いながら。うま。普通に好きなだけだから、全然。きそうになって。ちなみにソータはさ、今ちょっと膀胱の度合いをさ、手の上げるその高さでちょっと示してみて。大丈夫？あ、しょうがない。自然な感じでやってるけど。いや、汚れてるやるよそれ。あ、高速入ったね。あ、高速入った。もうじゃあこれからちゃんと試合の開始や。いける？ちょっと混んでそう。あ、ちょっと待って。おい！叫んじゃねえ！目合ってんだよ！お母さん！目合ってんだよ！出た！切り出しかです！笑うな！怖いって！一応そうだ、切り出しかみたいな。いや、ちぎれる。マジか。一応説明したやつ、それは。甘い声でなんかして。甘い声。どうか。あそこに、切り出しかってな。そのキネタシカの看板のキネタ先生がちょっと笑っちゃってて、それ俺めっちゃ嫌いなんだ。笑うなマジマジごめんね。何言って笑うなマジか、マジか、大丈夫、ちょっとあれ取れる。キネタシカ取らせる人いない。取らせる必要はないから。すごい、笑うなって笑うなって笑うなってんの。またやっちゃったんだ、また笑っちゃったんだ。ねえねえねえ、あ、笑うなー。トレジャーさんドライブとか行くの？あんまドライブとか行かない？男の人と二人でドライブとかあんまりないかも。あんまりとかちょっとあるんだ。いやさ、あんまりってことはちょっといるんだ。いや、あの、いないです。いないんですよ。地元ならいるんですよ。泣きそう、できれば泣いてほしい。え、逆にめっちゃいそう、女の子友達とか。すごいずっとしたそう。ちょっといるか？どうしたの？どうしたの？声高っ。はい、サイサリギアインさん同じで声高っ。ありがとうございます。声高っ。気になってたけど聞こえる。あーで、あー泣かないと泣き始めてた。待って、あれか、泣かないとか。やっぱドライブする人いるんじゃん。ちょっとドライブする人いるんじゃん。好きな歌手いるって急に普通に戻って。好きな歌手とかいるの？歓喜やば。ちょっとだけ待ってもらって。はい、一緒に怒れる。やだな、切り出しかいですね。はい、だせーの、ざけんじゃねーよ。あー、はい、笑うねー。さっき言ったばっかでしょ、俺。ちょっとおしっこしたくなってきた。え？おしっこしたくなってきた。お、えっと、マジで？我慢できた。マジで？みんな大丈夫です。ソータはトイレはどんぐらいかっていうのはちょっと手開けてみて。パッツどうしたら指でやってるよろしいわ。4だな。開いたね、完全にね。え、すごい、よく飲みましたね。さすがにトイレやばくないですか？もう一本飲んじゃうか、飲んじゃうか。ねえ、やだ、大丈夫？飲みっぷり、飲みっぷり。大丈夫？これがたまんないのよ。ガチでトイレやばそう、もうそろ。あー、確かに、トイレちょっとね。でも全然大丈夫。大丈夫ですか？うん、撮影中だし。そういうのじゃない、え、入れてる。何これ。俺これカーセックスの時の動き、こんぐらい揺れたよ。怖い。カーセックスの時こんぐらい揺れるよ。いやだ、怖い。怖いね。揺れてますよ。今完全に揺れた。ほらほらほら、パーティーの終わりで。
もうクラブモードなんだ。将来の夢なんですか。将来の夢はね、顧問弁護士。すごい、かっこいいです。かっこいい。だから、ちょっとあれなのかも、会話が叶わないの。ファイヤー、ファイヤー、カメラがまだ見ないの。あ、でもまあ正直、まあその建前でガチな方でなりたいのはパン屋。なんで笑ったんだよ。かわいい。なんで笑った。びっくりした。バカにしないで。しりとりするちょっと。え？バラしちゃった。え？画面消されてるんですけど。いやマジで気ぃつかなくて大丈夫だから。体はシンプルなのね、男ならなおさらね。